マナーも分かってるけど、うん、そういうこだわりもない、うんうん、柔軟性があるし、うんうん、そうやって相手のことをいつも気遣ってくれてる、うん、これはね自己肯定感がちゃんと持ってる人は、はいはいはい、常に自分をちゃんと持ってるからこそ他人に対しての気遣いや相手に意識が向きやすい。江藤先生、はい、いつもありがとうございます。こちらこそありがとう。僕の親友で、うんうん、なかなか好きな人をデートに誘えないんですっていう人がいるんですよね、うん、そうね。江藤先生、なんかアドバイスないでしょうか。やっぱり自己肯定感低いと、はい、あの傷ついたらどうしようとか、心配したら立ち直れないとか、はい、勝手に思い込みで戦う前から、うん、はい、勝手にもう悪い結論を出してしまう。あ、そうみたいですね。僕はいつもね、結果的に人間関係って2分の1だと思うんですよ、はい、もちろん振られる可能性もあるし、はい、うん、あのうまくいく可能性がある、うん、でも大体こう自分自身がない人は振られるだろうとか、はい、どうせうまくいかないだろう、その結果うまくいかなかったら自分は立ち直れない、はい、自信を失う、うん、だったら何もしないっていう人が、あの自己肯定感の低い人なんですね。いや、めっちゃあると思います。まんま僕の友人のこと知ってるのかと思いました。だから、はい、基本的にはどう転んだってそれはね、はい、やってみないと分かんない、はい、そしてやってみて少なくともね、うん、こう声をかけたことで、うん、少なくとも好意は感じるわけじゃない。あ、そうですね、うん、あ、この人私のこと好きなんだなっていうのは何となく分かりますね、うん、興味があるんだなって、ね、はい、そっからじゃないと、はい、やっぱりスタートできないんで、あ、最終局面を考えて動かない人って、はい、戦う前に敵前逃亡みたいな、そうですよね、僕は無理だみたいに逃げてしまう、うん、それって絶対うまくいかないんだよね。そうですね。で、自分に自信がない人に、例えばデートしてても先生うまくいかないんですって、うん、なんか相手退屈しちゃってるんですよって、うん、あのね、会話が楽しくできるってことが実はデートの良さじゃなくて、はい、心地よさを、快適さを提供できるっていうのが、はい、実はデートの良さなんですね。いや、もうちょっとここについて教えてもらってもよろしいでしょうか。例えば、はい、何食べるって言った時に、うんうん、あ、何でもっていう、うん、まあ、女の人はよく聞くよね、うん、その時にもし自分で声をかけて、うん、だったら中華ならこれ、洋風ならこれ、うん、こういうのはいくつかあって、うん、美味しいよって言って、うん、事前にこう選択肢を決めて、うん、じゃあ、うん、ステーキとかお寿司とかこういうものって向こうに選ばせると準備してたって分かるよね、はい、そうですね。そうすると向こうは、はい、あのすごく気持ちいいっていうか、はいはい、僕があの企業研修に行った時にコーディネートしてくれる人がいて、はい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 、飛行場に着くと、はい、江藤先生って、はい、このレストランの近く、あの飛行場の近くには3つレストランがあって、はいはい、こういうものを食べたいんだったら、はい、こういうもの、はい、この店があって、で先生が多少なりとも食べててあんまり軽く食べたいんだったらこういうお店がいい、はい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 、逆に言えば僕のおすすめはこういう店なんですけど、もう僕のおすすめは全然無視してもらっていいです、はい、ただ3つぐらいどうしても決められる選択肢があるんで、うん、江藤先生どこに行かれますって言うとね、この人すごく仕事ができる人なんです。スマートって感じますね。そうなんです、はい、何食べますとか、はい、いや疲れて飛行機から降りた瞬間に、はい、それ聞かれると、うん、どんとまた今から講演するのにっていう、あ、そうですよね、より疲れを味わわせる人と、はい、一流っていう人は準備もしてるんですよね、はい、ああ、うん、面白いですね。やっぱり向こうが飛行機に降りてくるときに、はいはい、長時間、まあ、例えば飛行機に乗ってる、うん、例えば海外だったら、うん、そしたらこのお店とこのお店とこのお店とそれのいいところと、うん、こういうところがまあ一番リクメンドっていうか、うん、一番おすすめのところを言ってくれると、うん、じゃあこれこれってチョイスが早いわけです。そうですね、そうですね。そうすると心的ストレスが少ない。そうですよね、うん、もう何食べたいってすぐ聞く子は、はい、って決めてなかったのってまず向こうに考えさせるし、当然向こうから何でもいいっていう帰ってきたらまずその瞬間悩むとね、はい、そうですね、どうしよう、もうこの段階で、うん、あ、仕事ができないっていうレッテルをまず貼られてしまうし、あ、そうか、そうですね、そうだからやっぱり最初に事前にレストランを予約しておく、うんうん、そしてね、お店に入るときに笑顔で、うん、あ、誰々ので予約入れました、何々ですっていうね、うん、笑顔でやると、あ、店の人にも雰囲気がいいし、うんうん、いい場所にこう例えば予約の場所よりも、はい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 、あ、何々ですけどね、
予約してたんですけどって言うと、はい、どうぞトイレの前でもって、はい、そうですよね言われちゃうかもしれない。そうですよね、そうですよね。ものすごく感じがいいと、ちょっとあそこ空いてるから、まあ、まだお客さん来そうじゃないから、この人だったら、はい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 、この感じのいい人に行ってもらおうっていうことで、向こうも人間なんで、はいはいはい、そしてお店に入った時に、はい、例えばメニューを、はい、ってね、はい、こうなんか食べたいものがあるって、まあ、メニューを向こう側に見せて、見せれる人と、ね、なんか食べたいものがあるって言った時に、うんうん、自分のことしか考えてない人、メニュー自分だよね、うん、はいはい、そうですね。ちょっと向こうはってなる。そうですね、そうですね。で、多分おそらく、はい、お任せしますって、その時に、はい、自分に自信がなければ、はい、お店の人に聞こう。ああ、うん、そうですね、そうですね。ここでお店で一番美味しいものは何ですか、はい、教えてくださいって言うと、はい、そうするとお店の人が語ってて、はい、それも素敵ですね、あれも素敵ですね、とか、ね、君は一番素敵だなと思ったのはどれ、ああ、めっちゃいい、うん、言われると向こうも、はい、じゃあそれを、ああ、僕もそれが一番いいかなと思って、はいはい、思ってたのよ。さすが気が合うねって言って、これ暗示がかかってくるよね。はい、やっぱ人間って、はい、こう、重なってくると、はい、あ、この人とよくマッチングアプリで、はい、例えば、私はインドア派、はいはい、アウトドア派っていう人があると、はいはい、インドア派の人にアウトドア派が入ったって、多分マッチングできない、うん。合わないですよね。だから、そうやって外せる。うん、ようなシステムで作られてるよね、うん、だから、うん、そういう意味でやっぱり人間ね、はい、共通性を出す、はい、あ、やっぱりそれかって、僕もそれかなと思ってたけど、やっぱ気が合うなって言って、はい、気が合うなってあえて言っちゃう。そうすると、はいはいはい、向こうにも暗示がかかるし、はい、そして自己肯定感の人行く人は、はい、どうしようどうしようって自分のことばっかり考えてるか、相手に対して、うん、はいはいはい、気が向かない、うん、だから飲み物がなかったも何か、はい、さ頼まないとか、はい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 、言って、はい、メニューをもらう、はいはいはい、そこまで動いてくれると頼みやすいけど、はい、何か飲むって言われちゃうと、うんうん、向こうにもお金を払わしちゃうし、はいはいはい、無駄なお金を使わしたくない、はいはい、でも、はいはい、メニューをもらって見にいただけますかって言ってお渡しすると、うん、向こうも選択しやすかったり、うん、それとか自分のことしか考えてない人は、うん、例えば、あ、その相手が震えてるなとか、寒そうだなと思ったら寒くないとか、はい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 、暑くないとか、はいはいはい、でゆっくりスローになってきたら、もしかしたら無理して震えてるのかもしれないから、はい、無理しなくていいよとか、うん、残してもいいんだからねって声かけてくれるだけで気遣いが全面的に入ってくるから、この人と付き合えば、はい、こういうもうこの段階で、はい、多分そうですね、この人いい人だなって思いますね、うん、でも自分がどう好かれるか嫌われるか、はい、それしか考えてない人は自分にしか焦点当たってないこと、うん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 、そういう人って人に対する観察力がないから、はい、寒くないとか暑くもないとか聞けないし、はい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 、飲み物に対してはあ、もし空いてたら次何か飲もうってメニューを頼めないし、そうやってこう自分のことしか見えてない人は多分デートもうまくいかないかな。いや、そうですね。いや、まあ、そうそうそう。いや、でね、一応ね、はい、女の子内側にって言ったら、うん、あ、私ね、こう景色が見えたからこっちの方がいいって、いや、内側に。なんかマニュアルにこだわりすぎて、ね、はい、まあ、こうだからこういうふうに言うと、うんうん、マニュアルにこだわれてしまう人って本当に動きがないから、はい、フレキシブルにしてもらいたいんでね。いや、本当そうですね。大事なことは相手を優先、そしたら別に向こうじゃなくて、はいはいはい、そうだね、じゃあこっちに座ろうって言って、はい、常に譲れるか、はいはいはい、でも自分マニュアルで、女の人を内側に座らせる、すげえ勉強してます、すげえ勉強してます。エスカレーターはまず、はい、自分がまず下側に落ちないように、乗るとかね、はい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 、そうすると、はいはい、いや君はこっちに先ってなりすぎるとなんかぎこちない、ぎこちないですよ、だって普段しないじゃないですか、うん、それそうそう、だから例えばごめんねって本当だったら僕が前にいてやらないといけなかったけど、うん、先に乗っちゃ直させてしまってごめんねっていうのは、うんうんうん、あ、マナーも分かってるけど、うん、そういうこだわりもない、うんうんうん、柔軟性があるし、うんうん、そうやって相手のことをいつも気遣ってくれてる、うん、これはね、自己肯定感がちゃんと持ってる人は常に自分をちゃんと持ってるからこそ他人に対しての気遣いや相手に意識が向きやすい。でも自分がどう見られるか、嫌われないか、失敗しないか、デート断られないか、まあ断られる断られないか別にしても、その後デートうまくいったとしても、
そういう自分にしか焦点当たってない人は多分デートしても、はい、なんかあの人と言っても退屈だったとか。絶対そうですね。もうなんかデートとかそれ以前にまず自己肯定感を上げていかないといけないなって思いました。うん、そうね、はい、まず自分をしっかり持って自己肯定感を上げることが結果的に他人に対しての思いやり、うんうん、余裕が出てくるからこそ他人に思いやりが出てくるんで、うんうんうん、だからこれも勘違いして前回から何回でも僕は言ってるけど、はいはいはい、自己肯定感上げるために自己肯定自己肯定感でこうやって本ばっかりでマニュアルばっかり見るのもすで、はい、にもうそれ自己肯定感が低いっていう話は何度かさせてもらって、ね、だからそういう意味では常に相手を思いやってると、うんうん、ありがとうとかあなたって優しいわねとか気遣いすごいよねって言われるからこそ自分は自己肯定感が出てくるわけ、ね、なるほど、うん、いやみんな勘違いしてます。君すごいねって言われるから自己肯定感が上がるとかじゃなくて、自己肯定感が上がると思ってるでしょ。あ、そうです。本当は向こうに一生懸命気遣いやってるうちに、はいはい、あ、この人勘違いいいなとか、はい、いや誰々さんって本当に、はい、気持ち優しいですよねとか、すごく気が利きますよねとか、はいはいはい、すごく親切ですよねっていう、うんうん、どれだけたくさんの外からの、ね、うん、はい、評価をもらえることが結果的に、はい、ああ自分は優しいのかなとか、はいはい、その男性よりかは気がつくのかなっていうね、はい、そうやってるうちに自己肯定感が出来上がる、はい、そうするとさらにもっと向こうに対して思いがやれる、思いやりっていうのは思いを相手側にあげれるってことが思いやりなんで、うん、そうですね、うん、そういうところを大事にしてもらいたいなと思います。そうですね、ちょっと僕がその友達の自己肯定感を上げられるようにそうですね。ありがとうございます。はい。続い、他にも質問をですね、LINE 公式アカウントで受け付けておりますし。どうぞどうぞください。はい。コメントもお待ちしております。待ってます。ということで、江藤先生、今日もありがとうございます。頑張って。